皆さんこんにちは。コモディティインテリジェンスの近藤でございます。原油価格について申し上げます。原油とか先ほど言いましたプラチナとかですね、工業用との原材料はですね、これからコロナが終わると仮定しまして、なんとなくこの 1,2 週間でコロナが再現するっていうのはなくなったような気がしますね。確かに新型のウイルスができてるってことはあるかもしれませんが、それに対してワクチンが効かないかもしれませんが、いずれにしてもワクチンは対応されるでしょうから、時間の問題ですね。いつどうなるかっていうのはよくわかりませんが、いつかは明るい未来があると。雨は必ず止むということですね。ですから土砂降りは過ぎて、だんだんパラパラと降ってるところに来たんで、将来は、景気が回復するだろうと。これだけ悪くなったわけですから、原因につきましても、問題は飛行機が飛んでないってこととかですね、車があまり動いてないってことですね、密を下げるってことでドライブとか旅行とかが制限されてますから、その分だけ、ガソリン需要が減ってると。それはいずれ回復するでしょうということは、自明の理でしょうね、おそらく。ということで、原油価格が上がっていくだろうと。ただし、消費はそうなんですが、供給の方がですね、もう手ぐすね引いて早く作りたいなという人たちが多いわけですね。世界の産油国、ロシアも含めて、産油国、産油国の人たちも、早く、一刻も早く生活を豊かにするために、原油を輸出したいという希望がありますので、そのいたちごっこが追いついたり追いつかれたりするところが、この原油価格のこれからの動きでございましょう。ここでお知らせです。日産証券では株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では、対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページにてご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。EIA の予測では、アメリカの経済、これがアメリカの経済ですけれども、上がっていくだろうと、4.2% になるだろうと。去年は20年の4月マイナス 19%、12月は 3.9 のマイナスまで来たんですが、その後、急激に回復して、あとよくなるだろうというふうに見てます。この急激な回復はちょっと何パーセントか、20% 近いですね。20.9% に4月にべらぼうな回復をするだろうと、EIA は、政府機関ですからね、一般の機関じゃなくて、これはオックスフォードなとかのデータを使ってると思いますけれども、そういったことで会計が回復していくっていうのは一般的な見方でございます。エネルギー消費量も若干ですけども、あまり、20年1月ここからですから、若干ですが少し回復するですと。エネルギーってのは全部です。電力も含めた全てですね。7.8% マイナス 2.6、2.5 と回復していくと。ブレント原油価格が1回起こって、あと横ばいで50ドル前後になると。ブレントは現在 WTI の我々がニューヨーク原油と言ってます。原油価格から3ドルほど高い。ブレントの方が高いんですね。これは時々6ドルぐらいに高くなったり、同じようにはなかなかならないんですけども、差額はプレミアム、行ったり来たりしますが、現在は3ドルとしますと、ブレント原油価格が50ドルになる、53ドルになると言ってますから、大体原油は50ドル前後だと。ということは今と変わらないという話ですね。というような予測をしています。石油消費量は回復してきますよと。世界の石油消費量。去年が9470万バレルだったのが、1億バレルになってきますよと
予選9,220万バレルが、560万バレル増えて330万バレル増えると、需要は回復していくと見ています。それに対して供給も増えていくんですね。非 OPEC 上のグラフで、下のグラフは OPEC ですが、OPEC が2720万バレルまで起こったのが3300になるだろうと、それから非 OPEC も6400がだったのが、6700になるだろうと、まあ、300万バレルとか600万バレルとか増えていくだろうというのが、だから消費の伸びとどっちが、ちょっと消費の伸びが大きく伸び、上回っていれば、後から生産がついてくる状況であれば価格は上がってきますが、逆の場合、生産が追い越しちゃった場合は原油価格は下がるというのが論理でございます。まあ、EIA は原油在庫は減少すると、去年の8月に32億バレルあった全世界の石油ガソリンも含めたトータルの石油在庫は今年4月には29億バレルになって、あと横ばいで若干ずつ減ってきますよと、60万バレル50万バレルのペースで今年来年と減ってきますよと言ってます。ガソリン価格ちょっと薄くて見にくいかもしれませんが、ガソリン価格はまあこう下がったところから上がって、あと少し下がったりして横ばいですねという話ですね。ここに、ガソリンとディーゼル価格の予測が書いてあります。生産量はアメリカですけれども、去年の6月にドカッと起こって、それから少しずつ滑らかに徐々に増産してまして、現在1100万バレルぐらいですね。これから1183万バレルぐらいになるだろうという話でございます。アメリカの消費量は世界の消費量と同じように形はこうなってますということで、気体燃料というのは石油ですね。石油消費量はこうなりますよということでございます。最後のところなんですが、天然ガスといろんな再生エネルギーと石炭とか、こういった、まあ、EIA というのはエネルギー情報局ですから、電力も含めて、ここには電力はちょっと入ってませんが、ここで一つ言えてるのは、石炭が増えてくるって言ってるんですね。天然ガスが減るって言ってるんですよ。天然ガスの生産量はこれ横ばいになってますけれども、天然ガスの消費量は減っていくので、減っていくといっても横ばいなんですけど、増えない。特に、発電用の天然ガスが石炭に変わると言ってるんですね。逆ですね。これちょっと目新しい、今回の12月号で出てきた新しいエネルギーに対する見方です。再生エネルギーは見方上がりで上がってきます。だけど天然ガスが減って石炭が盛り返すという話でございます。それはなぜかというと、価格が、天然ガスが上がっちゃったから、石炭が割安になってるからということですね。これは価格が書いてあります。横ばいで少し上がってます。こっちはまあ横ばいなんですけどね、こっちは割安なんでしょうな。1キロワットを発電するのに対して石炭の割安になったってことでしょう。もう原因はちょっと短くて申し訳ないんですが、まあこれからはどちらかというと50ドルを超えて若干上がるでしょうけれども、100ドルになることはまずないと私は言えます。ただ若干ずつ上がっていくのが、原因の生産量が追いついてきた、増えちゃうと下がっちゃうというところが微妙なところなんですね。供給余力は過剰であるということですね。供給は足りないという状況は起きないということですね。それが原油のネイチャーでございます。最後に、原油の話の最後に、バイデン大統領が新しく政策を発表しましたが、環境政策を重視するバイデン大統領は、まずパリ協定を第一に、復帰しましたけれども、
それと同時に同じ日にですね、キーストーン XL オイルパイプラインというものの建設を取り消したんですね。これは左側のカナダから、アルバータ州から、中西部まで、アメリカの中西部まで運ぶパイプラインの建設途中まで来てるんですけども、それを、まあ、州政府は、これ、トランプさんの時は、OK してたんですが、これをまた取り消したんだ。ですから、建設できなくなっちゃった。だからカナダが非常に怒ってます。アメリカとカナダの貿易戦争になる可能性がございますが、どうなりますか。まあ、雇用も失われたわけですから、バイデンさんの新しい政策が石油企業にとっては、いろいろな、まあ、摩擦を起こすだろうというのが一つの、これは科学にとってはある方向で行くんですかね。こういう事件が起きるたびにバイデンさんとのいろんな議論が起こるたびに原油価格が上がるかもしれません。以上で原油のお話はおしまいです。ご清聴ありがとうございました。